どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。ウカでございます。前回ですね、ちょっと作成失敗したということで改めてやっていきたいと思います。実況パワフルメジャーリーグ。さてその前にまずはちょっと改めて選手を作りました。能力をご覧ください。名前は、以前と変わらず鵜飼投手郎。ただ表示がね、今までは鵜飼だったんだけど今回は、投手郎となっております。でサボり癖持ちですね、初期状態で。まあ能力はこんな感じと。右投げ、右打ちでチェンジアップを最初から覚えてる状態ですね。球速がちょっと低め、そんな感じでございます。さあ、早速やっていきましょう。まずはやっぱいろんな人がいるところでね、コントロールまずやっていこう。うん、コントロール F はね、まあいい方か割と。おガッツが足りん、ありましたね。そうガッツ、うん、ガッツ練習もねぜひやっていきたいと思います。ただ今回サボり癖はどうやって直すのかをねしっかりちょっと知っておきたいんですよね。でも心なしかか知らないけど、やっぱりね、体力消費が少ない。今までは、何でしたっけ、また別の能力、ガッツだったかな？なんか、特殊能力を持ってましたよね。それで、なんか妙に、サボり、くっそ。通院しようかな、これ。ちょっとサボり癖は直した方がいい気がするやつね、これ多分。うん。パラダイスリーグの開幕関係でこれ直ってくれりゃいいけど。うん。やっぱりこう、体力消費が少ないですね、比較的。よかったよかった。おい、大丈夫よと。よろしく。ダメか。なかなかうまくいかないんだよね、最初は。フィオーレ、マッカーディ。フィオーレが結構出るんだよね。クラビ、わかってますよ。で、矢部くんサボるんだろ、どうせ。はい。この布切れがね、実を言うとバンダナってやつで。よく見たらこれ捨ててなかったんだね。そこら辺になんか置いといただけで。うん。さあ、初戦はまあそういう時もあるさと。これでロディは結局本当にメジャーに入る人材だったのかな。ちょっと謎ですよね。はい、本業ですから本当は。まあまあいいよ、ちょっと通院しましょう。休むないわ。通院はもうちょっと後か。じゃあ我慢だな。練習しましょう。急速アップ。あ、結構サボり多いな。はい、お舞さん父親だね。はい、3年以内に、2年だ、2年以内にメジャー行けという感じですよね。相当難しいよね、でもこの、もう、全然だって独立リーグだもんね。はい。アルバイト、そうですね。はい、プライベートアルバイト。働けば、金がザクザク、アルバイト、時々あるんですよね。はい。これは無視した方がいいかな。いい気がする。今回入らないでおきたいと思います。はい。チって言ったぞ。危ねえ危ねえ。よし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 。なんかちょっと下打ちされるとね、ちょっと嫌な気もしますから。よかったよかった。じゃあ入んなくて。GM ですね。今回は本当にストーリー、カットカット、思いっきりカットしていきたいと思います。もう、ゼネラルマネージャー徹底的に嫌われてるんですよね。どうしよっかな、これちょっと。やっぱ監督のところでガンガン練習してるよね、最初は。ヒート練習。うい、金がないんだということで。でもまあ、はい。ピザいいよね。いやー、最近ピザ食ってねえなー。いやね、友達と遊ぶときはまあまあ、ピザっすね。食うときあるかもしんない。あ、でもないなー、わざわざ。注文とか、あれ買いに行ったりは。今度、機会があったら食べてみようかな。健康は、なくしてわかる宝物。さあさあさあ。じゃあ早速ちょっと通院しよこうか。はい。サボり癖直したい。うん。サボり、30ドル、金がかかるんだ。専門外、なんでも？あ、待ってよ。カウンセリング4。大丈夫？ちょっと。どうですかね？練習サボってまた来ます。あかん。治ってないわ。失敗するときもあんのか。ちょっとこれミスだな。あ、そう、金かかるんだね。ちょっとそういうのリアルだな。だいたい、そっか。アメリカ、あれがないんだ。なんだっけ。保険がないんだっけ。国民皆保険。国民保険。保険証とかが、ないか、ない、あれ、どうだったっけ？あるのかな？ 2 位なのか。忘れちゃいましたね、もう。うん。でも、日本はそう考えたらかなりいいですよね。なんかそういう、なんて言いますか。福祉に、もう、本当に、適してるというか、本当に、徹底してますよね。この間なんかね、法律勉強するときにね、まあ、一応僕、長い何も法学部やってまして、そのときにね、ちょっとアメリカのことを勉強することありまして、まあ、これ結構知ってる人も多いかもしれないけど、アメリカって、こう、やっぱり、なんでしょう。まあ、そういう国民性というか、まあ、そういう、
自由の国ゆえにっていうのもあるかもしんないけど、救急車とかあれ無料じゃないんだね。金がかかるんですって。有料有料。まあ、ちょっとあれ止まってる、大丈夫か。あー、もう動いた。時々ね止まっちゃうんすよね。まあ、ちょっとそれは許してください。うん、はい。じゃあ能力アップどうしよっかな。とりあえず球速を上げていった方がいいよね。最初は130キロは投げるようにしとかないと。でどうしよっかな。これサボり癖結構きついから直しに行こうか。うん、通院します。はい、おーい、サボり癖直す。うん、でもこれカウンセリングで治るかな実際。お、うまいこと言った。あ、よかった。うん、気合コンサルタントスキル。へえ、何それ。サボり癖の、やった、やったね。なんだろう、気合、え、気合コンサルタント。多分なんかあれかな、通院とか病院行ってみると、なんか治るみたいな。治るっていうか、ちょっとやる気が上がるとか、そういうんだったら嬉しいな。あー、ちょっと、マッシブ。マッシブになんか追っかけられてる時点で、それもやる気が上がりそうだけどね。いいかげ、いや、逆に下がるか。犬に追っかけられたら。今回体力消費全然ないですね、思ったより。はい、そして、今回キーマンとなるようなね、スカウトですね。いやー、前回は最悪だよね。本当にもう、怪我しちゃってそのまんまスカウトから外れちゃうっていう。あんま良くない展開ではありましたが。まあ、そういう時もあると。金貯めてね、ちょっとやっぱ早速ね、道具を買いたいと思います。道具の内容は前回と変わらず、そのスタンスでやっていきたいと思います。おい、急速練習アップいいね。はい、じいさん。もうだからかなり年いってんだよね、この人も。50は超えてる。あ、やべ。あー、退散してみてもいいか。退散するだけ？あー、なんもなかったな。ちょっとミスですね、これ。連打って怖いな。もぎり、はーい。もぎり疲れるんだよね。はーい。変革アップ、よし。はーい、パワフル、そう、裏方のプロ。あー、まあちょっぴり。あー、体力なくなってきたな。ちょっと能力アップ、ちょくちょくやっておこう。あー、やっぱ急速なんだよな。で、スタミナはまあいいや。スタミナはどうせスタミナ練習で勝手に上がってきますから、余計無理してやることはないかなっていう気するんですよね。333ドル、まだまだ休もう。おい。体力ないことにアルバイトしても仕方ないんで、おい。ジゴロ、どう？打たれちゃうんだな、あっさり。お、よっしゃ、150入った。いいね。500ドル入ったらまずは、今回は本当に何でしょう。保険料がない分、ちょっと楽ですよね、気持ち的には。どうしよっかな。変化球練習しよう、じゃあ。ガッツ。ん？今なんかコロナしか俺がいた気がする、また別に。気のせいですかね。ちょっと見ておこうか、少し。データでね、僕の気のせいだったらいいんだけどね。仲間データ。ほら、いる、ウカっているよ、これ。あ、これ、作成失敗した俺じゃん。作成失敗した俺がいる。へえ、あ、そうなんだ。いるみ、なんか普通に出てくるんですね、自分が。なるほど、失敗しても出てくる。意外。はあ、手伝ってくれるのもありがたいですけど、いい選手だもんね、それなりに中継ぎとして。先発ではないんだな、でもやっぱり。うん。はい、聞き耳。あー、まあ結局変わらないのか、ここは。アウトオブガンチューと。まあこれから評判上げていきましょうよ、頑張って。うい。気合入れてこうぜと。やめてよ、男の恋とか勘弁しよう。ちょ、ここね、前回やらかしたんですよね。ちょっとやってみようか。実は前から思ってましたと。うん。これから、お、チームの2期させよう。これでなんかある？自己満足コンビ、ジゴロ&トウシローが誕生した。何それ。自己満足コンビはちょっとやだな。うん、なんか嫌な予感がするけど。ま、前回はね、そんなことないですよって謙遜しちゃったせいか何もなかったんだよね。おい、てめえら、あれなんでしょう。トウシローやべん。あー、そう、売るんだよね。でもこれ全部売り切ると、なんだっけ。とりあえずピザースのレストランだね。カチューンが手に入るんだよね。1枚か。あー、そう。残念。あと4枚か。どうしようかな。ローディー行っても仕方ないしな。やーべん、諦めるわけにもいかないからな。じゃあ、はい。ナオミ先生のとこ行こう。ダメか。あー、どうしよう。ローディー。いやー。やーべん、チームメイトに配ろう。仕方がない。誰もいいから。うい。ん？売りさばってるとこなんだよ。いやいやいや、勝手なこと。1枚増えた、逆かい。最悪だよ、どうすんのこれ。ロディ、じゃあ、はい。ロディ、売る、ロディに。うん。え？あ、いいんだ。あ、買ってくれる。楽しみが増えたよ、じゃあ。俺たちの試合のチケット。いくら売ったの？ 20 ドルだから1枚かな。あー、ヤーベンに売るか、じゃあ。ヤーベン全部買ってくれ。
そうなんだよ。うん、俺だって困ってるんだよ。ね、ラーメン頼む。うん、じゃあ頑張ってね。おーい。すげえ、あと3枚。すげえ、もうなんもないわ。諦める、くっそー。あー、これミスだな。すみません、3枚待っちゃいました。うん、買い取ってもらうぜ。結局俺が買い取るの？最悪だな、それ。なんもないじゃん。勝ち運取るか、それともやらかしてこんな、いや、ひどい目に遭うんだったら俺やだよ。ショックですわ。どうしよっかな、ちょっと休もう。はい、だからほんと売り切れたのは奇跡だったんだな、あれ。はいはい。力マスに振り込んでみ、どうだ。わばっ、ダメか。うん、さあロディは打てるかなと。まあ、これでも打てるんだよな。はい、打ちましたね、普通に。あー、何この二刀流。やったね、パワーヒッター。これ自分が打ったらどうなんだろうね、これ。まあいいや。で、これチームメイト新しい二人ですね。誰だっけ。いたいたいた。パワフルズで、名前なんだっけ。名前出てこない。あ、そう、うん、リコと、リコとなんだっけ、すごい顔だよね。ロンゴ、ロンゴ、そう。うん。リコ、ロンド。うん。リコとロンゴのこの二人。すごいよね、これ。素手でもうバス止めるとか、相当な怪力だけどね。まあまあ、ありがたいですけど、一応パワーとしてね。うん。で、それで早速もう4番ファースト守っちゃうところがすごいよね。じいさんいねえな、珍しく。あれ、じいさんまだクビになってねえよな、多分。7月4週目で、まだ全然。あらららら ら, ら。あ、いや、はい。裏方のプロとか言わないでよ。ガッツがなくなったのもやだな、これ結構。あー、まだ元気ですね。ちょっと、いや、体力回復しよう。こう何度も疲れが取れないんだったらどうしようもねえわ。はい。グースかピート、ゆっくり寝て。はい。よーし、50ドル。じいさん。スピリン、これ助かりますよね。ガッツ、うん、じいさんのスピリッツが溜まってもなっていう気するけど、どうしよっかな、これちょっと。ここは、じゃあ、急速アップかな。はい。1連鎖。よーし、ね、2連鎖。よーし、結構連鎖しました。さあ、そして、守備はあんましても仕方ないかな。下手になんかこう、俊敏性が上がっても仕方ないし。うん、やだ、予感する。あー、じいさん。あー、腰ひねって大丈夫か？鎧、ギブスか。和紙特注のギプスでな。液体金属。マジか。気になり度が上がった。まあよかった。はい、お疲れ様です。このやりとり何やってんだが。ハングリー精神。はあ、そんな泥臭いこと俺には似合わないよ。詰め込め言わずに来い。言っちゃいましたね。これ前回なかったね。うん。おー、ガッツまたいいね。よし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 。ケイトの評価が上がっていく。結構上がっていくと、もう、なんでしょう。もらえ、確か、電話番号もらえんだよね。助かる。うやばい。ああ、OK でした。よかった。月指。地味に嫌だな。はい。試合、お、来た。9番ですか。はい、わかりました。試合ですね。はい。緊張しますよ、そりゃ。お、ルーキーの、今回もちょっとルーキーの守り使っておきます。まずはクリアを優先で。助かってありがとうと。あんまり意味ないのかな。まあ、守備王取ってんだから一応あった方がいいと思うけどね。ワイルドゴーレムズとの試合です。頑張りましょう。パラダイススタジアム。大丈夫、今俺変化球一つしか持ってないけど。先発じゃねえよな。まあ、先発起用って言ってたからな。ちょっとやだね。全然スタミナないけどね、今俺 F、E ランクぐらいか、まだ。全然ないですよ。コントロールもないしで、球速もないし、変化球はまさかの130キロに対するチェンジアップ。もうチェンジアップって言わずにスローボールって言えばいいのにっていう感じですよね。さあ頑張ろう。うい、走ってきた。それは、これはさ、無理だ。これはさせねえ。これは無理だ。だって。うん、チェンジアップ投げちゃったもん。牽制は？うい。まあ、さすがにね、そう何度も。1番とは言えど。あー、チェンジアップとフォーシームでどれだけいけるかだよね、これ。いや。ボール。まあ、いやいや。はい、チェンジアップ。これで決める。よし、ライナー、ドラー抜けるんかい。マジかマジか。やーば、コーマに無理か。あー、今回はきつそうだな、1失点。いやー、あー、いきなりやばい。防御率えらいことになってんな、おい。やばーい。あー、いや、これはまずいって。いやー、どうしよう。これは能力ひどいな。いきなり、嫌な予感するぞ、最初から。いや、だからこそ前回悔しいな、ちゃんとできなかったのは。全然綺麗に抑えられましたもんね、さ、この間は。ああ、もう変えられたか、ピッチャー、これ普通に。ああ、まだやってるわ。まあ、勝ち投手になればね、最悪。なんとか、これ以上抑えましょうよ、もう。
いやでも3失点はダメか、1被本塁打ってやつだもんな。1点差かい、しかもスタミナもうないし、危ない危ない、あげつ、よし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 、危ない危ない危ない、怖いわちょっとよし抑えました、危ない危ない、もう限界態勢でいこうよこういうのはね。あーまたかよ、すげえランナー出るじゃん、ピッチャー変えてお願いします、もう俺にはスタミナがないんだ、もう俺のライフはゼロよっていう感じですよ本当に。バンガノフ、いやー楽しむ余裕ないです残念ながら、俺本当に危ない。 OK、 ありがとう、ああいうなんか浅い球打ってくれて、うい、よし、あとは任せた、もう俺うん、なんとかこのまま行って、このまま行け、こ、惜しかった、うい、勝ち投手もらいましたね3失点しときながら勝ち投手はもらうというね、ありがとうございます、頑張った頑張った、十分じゃないこれ結構、うい、はい、4-3で勝ちましたね、よかったよかった、いいか、なんかこれでもどう評価上がんのかな、全然評価上がりそうにはないけどね。おおー、やったやったやった、上がった上がった、うんうん、点取れちゃいけねえな、すいません、はい、またチャンスやるから次は頑張れってことは、どうなんだろう、また次チャンスあるってことだよね、だから、あでも意外とパワフルズ3位来てる、勝ってるからね、やったやった、東城どうも、はいはい、緊張、え、豊富ですか、出てこないんだなはい、よかったよかった、勝ったんならよかった、というわけで次回へ行きたいと思います、お楽しみに、じゃね、トトゼル側とりあえず念のため攻撃でもしておこうか、うん、一応攻撃はしておくよ、さあ行け、ウカはスナッチボールを投げた、マスターボールの力を見よう、来い、行ってくれ、1、2、3、ピタッと、シャーあっけねえなあ、あんたの最終兵器は俺のもんだ